お疲れ様です。今日ですね、こちらメガナイトホグやっていきます。ということで、 YouTube のコメントでね、リクエストがありました。こちらを使ってくださいということで、まあ俺のだいぶ好きそうなデッキで、昔ねこんな感じの流行ってたんですよね。なんか矢の雨じゃなくてユーノだった気がする。で、縦線がギャングかな、はい、のがあっての、まあちょっと新しい方ということで、まあ、やっていくんですけども、まあちょっと今ロケこう強化されてね、ラッキー強化されて強いし、まあ進化する。なんかクラロワカードが4種類ぐらいね、ロイ・ジェイス系、バーバリアン、ロケコ、4枚が進化するっていうのもあり、結構ね、ロケコは熱いのよ。そう、まあ今トリマ強いんでね。ってこともあり、ちょっと環境にも良さそうなんでやっていきます。ジューシー J。これ、ホグ行く？いや、あのね、これ待ってくる相手、皆さん考えてください。もうエレジェイか、あー、ロイジェイやないか。もうエレジェイかゴーレムか、もうカウンターのスキャラとか、カウンターのバルーンとかなんで、もうトルネ率って9割ぐらいあるんですよ、待ってくる相手。まあトルネじゃないってなったらラバぐらいかな。なんで、もうお前取りとんだろっつって、行きまくるっすけど。むずいよ、むずいよ。ういあんまダメージ入らんし、ちょっと怖いしっていう悲しい。やめて。うっ、はい、なんかちょっとあんま待ってくる相手はね、まあビビリな可能性もあるんですけどね、トルネ率ちょっと高いんでね、あんま攻めたくなかったんですけど、今回はロイです。ロイかー、やなめめっちゃ邪魔ー。これやばいかな、逆サイロイ来たら来ない。よし。えぐ。エレキめっちゃ強いぞ。いや、縦線もめっちゃ強いぞ。まあ、トリトンあるから守れるっしょっていう安易な考えね。ゴーストあるし守れるっしょっていうね。そういう考えね。いやー、マジ。こっち向け。いや、いい。よしよしよし。あ、ザップね。意外と使うとき、ない。いや、トリトンへの神ザップがあるか。で、ヤナメも今回腐っちゃうんで、まあ適当にカード回しに使いながらの、メガナイト、ケツメガナイトいっちゃう。いや、めっちゃいいタイミング。で、縦線、エレキ、ちょっとロイボーイに強い。で、今回の相手の呪文をね、チェックします。多分ライトなんだよな。ファイブだったらもう打ってきそう。あ、ファイブでした。ごめんなさい。これだけできついぞ、相手。はい。で、ここで、はい、これよね。正直、雪玉とかでいいんちゃうんって思ってた俺がいるんですけども。しかも、この延命。だいぶ打ちたいやろ、エレキに。で、無理にコスト使いすぎない。いや、この、絶妙な感じ。で、ホグ。ファイブ来る。知らない。やだめ、打つ。ヤナメ打たない。ザップ絶対に。ピコン。いや、もうヤナメ。ヤナメじゃねえ、ザップ。なおし、なおし。872は順番圏内っぽいけどな。いや、思ってるだいぶいい。メガナイトってロイとかきついじゃないですか。けどもよね。けどもよ、このメガナイトプラスホグライダー、エレキ縦線になることにより、あ、こっちに打った。あ、ロケコが。えい、こういうことですよね。いや、ホグも意外とこのロイジェイってちょっとむずいし、メガナイトもロイジェイきつい。けど、組み合わさることによって融合してね、神相性に変わっていくということですよ。しかも、ヤナメがね、腐り散らかせてる中での勝利ですから、でかいですよね。まあ、ヤナメとザップどっちかでもいいような気がするんですけどね。まあ、ザップ、まあ、どっちかでもいい気がするよ。まあ、ロケコとかいるし、ヤナメは残してザップをユーノとかにしても、ちょっと面白そう、かつ強そう。いや、これは、ちょっとだけ延命しちゃおう。お？おいおいおい。あ、バイオ何ね、これ。ゴレだと思ったんですけど、まあ、ラバーもあるか。
ラバダクネスケドラタル的な。いやちょっとあるね。めちゃめちゃラバの顔してる。まあ普通に言ったらこれですけど。さあちょっとヤナメラバで会ってくれたらヤナメが頑張れる。ダークプリ垂れ流しの暇なんでザップって突破。うおー、あーこれやないか。まあ、ラバに取れない入ってこないんでね。っていうことで、めんどくさいです。ゴーレムでしたね。うん、まあホグ1位のキング起動されーの押されない。これメガナイト蓋からのロケコ延命ワッショイ悪くない？ちょっと後取ってると思うんですよね。え、ちょっとうざそう。いやめっちゃいいこの単体ダックプリ。よし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 。しかも左は無視できる。ゴレ、まあゴレちょっと組まれたらやや厄介。やややややや、おお、まあめっちゃいってコスト咲かせたいよ。まあ全然右でいいんですけどね。さあ両サイフリーの、あーあーしっかりね後ろから来るタイプね。やっぱ一回待ってもいいか。さあファイブ使ってきた。メガナイト帰ってくる。あー素晴らしいけどね、あのファイブ使ったんで。いやこのスケダラのさ HP 上がったのちょっとだるいっすよね。ちょっとどころじゃねえ、だいぶだるい。でまあロケコは最強なんですけど細胞なのかね。ああめっちゃいい強要それ。マジゴーレム本当に壊れてる。立つだけ。それは贅沢すぎない？あるよ。まあ、うわこの延命神すぎる。マジででかい。ロケコで。ロケコ？よしよし。しかもこれめっちゃ無視できる。絶対これくる。行くしかない行くしかない。いちゃんと守る。あエレキ絶対行く。いやいい、エレキでこれ攻めれてる。縦線で溶かせる。いい流れよ。あーそのお上手だね。いやでも無限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 やな。ムザップ削りや。え、しかもこれ外回りしてどれむずいんじゃない。タケがメガライトに行って変わってく。おい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 、マジかよでかすぎ。いやロケコ、エレキ、縦線なんか程よく全部頑張ってるっすね。程よくね。まあ、ロケコやっぱ強えな。ヤナメ持ってない相手にはね活躍しすぎんだよなロケコがね。さあよろしく本戦よ。さあ初手ホグ、まあ、30秒ぐらい待って何も出してこなかったら出さない方がいいですけど、まあ、ディガーだと取る人率はだいぶ薄めです。いっちゃいましょうか。コウモリとか来ねえかな。おおまあラバーこれもうね攻めちゃいますよ。えマジで何それ流行り。いやこれダクネ今回ロボダクネ、あもうダクネつけとけいいと思ってんだろ。その通り。これヤナメじゃなくて、あヤナメじゃないけどみたいな。これいらんかったな。この辺コウモリか言って。いやめっちゃいい。いやでもあのホバーを俺やっつける方法ねえな。
負けそうじゃない？これでホバだけ攻撃して、あーラバだけか違う違う、ホバだけ攻撃してほしかったんだよな。もっと上の位置に出せばよかったですね。これはまあ俺が悪い、まあ、けどなんか2-1見えますよね、この感じ。2-1見える、ちょっと幸せか。だいぶ入ってるもんね、両サイ。あーイカッチーゴリラいんね。これダクプリでダクネを処しながら、そのダクネもこの馬場も全部ローケコーで回収、幸せ。これ陸出さなきゃね、だったいてザップ。あーマジでさっきのゴレのラババインやん。何これ、そんなことある、一緒じゃね、ほぼマジでほぼ一緒やん。まあ、これで1本折れると思いたい。縦線追加まで行けばよかったな、そんな守られるなら。まあでもあんま形組まれんのも嫌なんで、めちゃめちゃ、ああこれ本気で守られんのかな俺、もしかして。本気で守られ始めるとちょっと怪しくなってきちゃうよ。まあ大丈夫、このロケコがね最強ですよ。はいはいはい、許しません。ロケコは可愛いので延命します。エッキはおっさんだから、うん、一応おっさんもね、よしよし。でまあ絶対来るよね、早く5打たなきゃ。それ5来そう、5打ったタイミングってことは、うーんザップで、いやーめっちゃロケコ頑張ってる、絶対延命してあげるええお前勇敢すぎるだろ。えすごいすごいすごい、あはい登れてましたさすがにね。まあまあこれははいはいはい、いやもう一生防衛ね、一生防衛ね。ババ出さなきゃ、ファイブか。あーいい一発、その一発素敵で、ファイブ使ったしね。うわ延命したかったなそれ。まあこれ来てもエレキ最強みたいなのがあるしな。あもうこれ俺のサイクルやん、いってらっしゃいからの、あこれなんか調子乗った、いやなんでその夢やばいな。マジ延命本気延命ガチ、延命だけなんかしとけば常に相手が苦しそう延命だけガチ、延命さえしとけば、よし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 、いやー苦しいねロケコ一発 OK。 いやマジでね、相手がやなめだったらまた話がすごい変わってますけどね。まあ大型にはね必須ですよね、必須とまではいかないけど、まあロイジャイにトリトンが入ってるぐらい、まあ普通っちゃ普通なんで、もう受け入れるしかないよね私が。ウォートパ身体能力やないかい。なのでヤナミじゃなかったらいいな。え珍しすぎる。えこいつって親衛隊ロイグの人なんですよ、ほんまに。それ以外使ってるの見ない、大会でも親衛隊ロイグいつもスナイプされるぐらい。エリゴレになってる、吐きそうだなマジでここ3年間ぐらい多分ずっと親衛隊ロイグ使ってるやつが浮気したのがエリゴレかよ、ゴレかよ。そんな浮気すんなよマジ。これはねもう交換するプランでいった。まあ程よく守るぐらい、あんま守る気ないですというか言いながら守ります。
全然守りました。守れそうだったんで。これ使った？本当？まあエリババーこれ来ると嫌です。あねえのかヒーラーランバーだからねえんだ。えしかもさあエリポンのやつだ多分。環境トップクラスのねめちゃんこ強いエリポンゴレオチンパーン。あーめんどくさいっすよねエリポンが出たら。そうあでもこれは、まあ、ライドラ来ても仕方ないんで捨てるかな。あー偉いそれですそれです。クララ分かってるやつ。あ、この矢波やべえ。ヒーラーの召喚でさ、行かれんだよな、そういえば。ああ、まあ、それそれ。エレキ、後ろ向かせろ。え、やばい、あそっか、エレキも感電したんや。やべえ、吐きそう。これやばいっすね。あぶねえギリ。あ、吐きそう。やばいっすね。なんか最近こんなのにしか負けてない気がする。いつもこれやん。本当に悲しい気持ちになるわ。ファイボにしちゃうぜ。まあ、ヤナメファイボポイズンヤナメヤナメプラスの4カス呪文は、まあ、フリーズとかを除いてねそのライドラを処せるんですよ。だからああいう方に対してはねすごい強いんですけどね。エレキロケコとかがさ意外と小物にも強いし、ヤノアメファイブにしちゃうかも。あまた待ってくるよこれ。匂いますよね濃いめに。これホグいったら9割取るネス。検証する？マジでエレキから行こうかな。まあ、単品でいくと取り逃されるけど。おー、いや、これ待ってくんのやばいっすよね。マジで。なんか、やだ。あー、もう、そういう感じね。カウンターデッキですよね。よしよし、しばけ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 。完封。いやー、もう、取るね。最近ちょっとまた増えてる気がする。トルネガイってやっぱ守れないし攻めれないみたいなのがあるのか。まあこれタルーされていいか。キングギトしたい。ああそう来るなら延命したい。いやめっちゃいいカウンターなりそう。あアホマジで。この打線はすごい微妙だったかい？まあ、ええやろ。耐えた。でかい。さあ、バルーン。嫌ですよね。ちょっと削っとくか。もう2時っすね、これ。多分、守るのだいぶ渋いんで。いやー。いや、天才的な耐えしてる。1300地味座じゃね？ガプッとっか。これ守れない。いや、めちゃくちゃいい捨て。いや、それはキング落ちねえよ。多分。うぃー！危ねえ！
ちょっとビビるじゃん。はいはいはい、ちょっとだけバルーンね、止まんないんでね。折る本数多めでいこう、自分が。まあでもやっぱ使えば使うほど、なんか柳行きどっちかでもいい気も、柳ザップかどっちかでいい気もし、おほぐね。お前は壊れだ、ぶっちゃけ。さあ、まあ26かな。お、ボムクイック型26じゃないな、ちょっとありがたいぞ。やっぱマスケ無限残っちゃうしね、大砲の突破もできないんで。あ、マイティアンのありがてえ。兵器高すぎかな。まあ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 、いや、めちゃめちゃ早めのやな、め。いや、しかもエレキ立ててんで守れてる。あー、アイスピーうまい、うん、ますぎ。さあ、いや、だいぶいいが、相手もロケコ同じっすね。まあ、マイティに対してはね、エレキザップ過剰っていうぐらいあるんで悪くはないっすけど、ホグが通んないんですよ、やっぱ難しいのが。なんで、まあ、メガナイトエレキとかで攻めて、まあ、メガネとダークプリで遅れてホグ追加だったり、まあ、逆サイホグだったりって一発にしてほしい。言うて苦しいんだよな俺。あ、マジでいらん。さあ、まあロー結構雑に裂いてくんねえかな。お、これはチャンスです。ロー結構のキングキド、ロー結構生贄に、いや、これでいいんですよ、こっからです。それえぐい。苦しい。あれ、どっから飛んでも苦しい。まあでも、こっからですね。メガナイトの力を借りてね。一瞬目、穴打ちとくね。事故な？え？事故ってるよね。しかもこれさ、マイティいないと、あとダークプリンスの受けも苦しかったり。この辺にゴブリン、うっ、マジでヘナチコ。え、でもめっちゃ入ってる。ちょっと待って、俺の思ってる何十倍も入ってる。でも左もちょっとやだ。あ、めちゃくちゃいいエレキしちゃう。いや、めちゃくちゃいいエレキ。なんかうざそう。ヤナム削り、うっ、むず自分で削る。はい、端前止める。待ってましたよこれ。矢沢で終わらん。ヤナム削り、ザップ77、こんなラッキーセブンだった。よし、あ、これはメガナイト良かったですね。メガナイトダックプリエリキっていうゴールダックネのね、メガナイト版ちょっと脆いですけども、はい、組むだけです。さあ、バブバブ野郎来た。ショトグかますぜ。もうトルネだけは、トルネだけはやめてほしいんですけど、もう絶対トルネやん。いや、ウッドトルネはマジアチャオールブレイカー、ホグファルチしかない。お、違う、これはさすがにトルネがない。おーい、よかった、インフェね、インフェゴブリン。
ちょっと珍しいやん。いやー、まあ待つか。何ですかこれは。まあ、ディガーアーチャクイ、アーチャクイ入ってねえな、モンコールなら。何やこれ、インフェが。いやマジ何やこれ。これロケ、こう文句固まってもね、筋起動されちゃうけど大丈夫っていう。あー、そのうち筋起動されない的な。え、天才すぎそれ。めっちゃ待ったんやな、じゃけん。えらいな今の。今の文句うまいっすね。エレキ出しちゃえばよかった。メガネトークでヤザップパンパンで勝てん。そんな単純じゃねえ。あ、このザップはいるのか。悩ましいが、よかったことにしよう。で、間の敵なんだったっけ。ホグだ、ホグだったっけ。自覚のないチンパン。ホグライダーね。マジ。いや、ホグ多いんすよ。今季特に多い気がする。まあ、ロケコと、組み合わせが強いからっていうのもあると思う。だからかな。めっちゃいる気がする。正直。はい。楽したね、あんた。めっちゃ多い。まあ、ロケコから芝居って、お帰り。で、真ん中、ダックプリで、インフィの竹を取りつつ、モグライダーをぶっ刺し、え、範囲の範囲ですごくなってる。絶対ちょっとやがって。よっ、にゃー、大ジャンプ。うわ、ダックプリ。はい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 。もう俺も自覚ないんですけどね、多分チンパンしてる。自覚がないチームが一番立ち悪いから、はい、まあ人によってはね。てかまあ人にそれぞれのチンパンですから。そう考えたらクララは全てのデッキチンパンっす。